こんばんは、ゆっくりドラクエ大好きマリサだぜ。いつの間にか10年プレイヤーになってしまったアイポンです。今日は期待の新コンテンツの深淵のトガ人たちを紹介するぜ。すごい、マリサさんこの漢字読めるんですね。霊夢と違うのだよ。霊夢とは4人パーティ、もしくは8人同盟バトルで挑む新しいタイプのバトルコンテンツなんだぜ。場所は今私のいる聖天区画、聖天社ですよ。2021年5月11日以降にここで受注できるクエストをクリアすると挑戦できるみたいです。受注条件は職業レベル120以上でバージョン 6.0 メインストーリーをクリアだぜ。これはかなり厳しい条件ですね。4人パーティーの場合は同色の被り禁止や道具の使用制限があるぜ。魔物使い2人や僧侶2人とかは無理なんですね。8人パーティーの場合は全部に装備が必要だぜ。8人パーティーの場合はオートマッチング対応なんだぜ。オートマコンテンツだとアクセつけない人とか稀にいるみたいですから、それらの対策なんでしょうね。制限時間はどちらも10分。4人パーティーのボスだけ1と2の強さがあって日替わりで変化するんだぜ。8人パーティーの方は防衛軍みたいにみんなで楽しめるようですね。4人の方はいつものエンドコンテンツのようにめちゃ難しく調整してくると思うぜ。報酬は4人パーティーの方はおしゃれアイテムだしな。8人パーティーの方は断罪の指輪という強さに直結するアクセですしね。断罪の指輪は様々な効果をつけることができる指アクセサリーだな。そこにいるミレリーからもらうことができるんだぜ。4人パーティーでの挑戦報酬のおしゃれ武器は片手剣、短剣、両手杖、斧、爪、ムチ、ブーメラン、盾の8種類だぜ。どれもかっこいい武器ですね。でも私は挑戦できません。10年プレイして一緒に戦ってくれる仲間がいないのか。そんな心の張り裂けそうなこと言わないで、マリサさん。ウプ主が募集しても巨人の星のクリスマスみたいになるのがオチだろうからな。どうせ、今回もオートマオンリーですよ。てなわけで今回はニュース形式でゆっくりやってみたぜ。オートマッチングでご一緒したら、ぜひよろしくお願いします。深淵のトガ人たち。ゆっくり楽しんでね。